はい、こんにちは。ということでですね、今日は先日ハンドルにつける携帯のスマホホルダーですね、ご紹介したと思うんですけども、あれつけて走ってる時にふと思ったんですけれども、スマホのアプリの計測ってどれほど正確なのかなって思ったわけですよ。で、まあ僕ぐらいの、まあこのぐらいの年の年齢はもうアプリとかなんとかあんまり信じられない方も多いと思うんですよね。いや、アプリなんかよりもきちんとしたですね、サイクルコンピューターを使って距離や速度を測らないとダメだよっていう方も多いと思うんです。で、まあ僕はそこまで本気でいろいろ知りたい方ではないので、ざっとですね、自分が走った記録さえ残っときゃいいのかなみたいな感じだったので、まあアプリでやってみたんですけども、待てよ、これちょっと動画のネタで使えないかなということで、今回やってみました。でですね、お店にキャットアイさんのですね、まあ、サイクルコンピューターたくさんあるのはあるんですけども、まあ、よく売れるやつはあんまり使いたくないので、眠ってたやつをなかなか動かないやつが1個ありましたので、そちらを今回使ってみました、それがですね、このキャットアイさんの、CCRD200 ということで、調べていただければわかるんですけども、もうすでに、生産終了してもかなりの年月が経ってるやつですね。まだいたんですよ、こういうやつが。うちにこういかない、いけないですよね、こういうのはね。ということで僕が、まあ、これを有効活用としようということで、自転車につけまして、先日ご紹介したスマホホルダーに、こちら僕のスマホをつけて、まあおなじみですよね、スポーツの日々を記録するタッタを使用して、まあ、その距離とか速度とか、まあ、そういうのがアプリでも正確に出ているのかっていうのを試してみようと思います。まあ、早速走らせていただいたんですけれども、でですね、まあ見てください、この数字ですね。走行距離に関しては今回アプリの方が 4.9 キロ、そしてキャットアイさんのサイクルコンピューターでは 4.5 キロというふうに出ました。 Google マップで距離測ると1周が1.4 キロというふうに出ますので、 4.2 キロっていうのがまあ僕目安にしてたんですけども、このアプリもサイクルコンピューターも1周 1.4 キロ合わせて 4.2 キロには達しなかったということで、キャットアイさんの方は磁石の回転で、積算していってると思うので、まあ、こっちの方が正しい。アプリの方よくよく確認してみたんですよ、これアプリどうなってんだろうなということで確認しましたところ、このログで見ると、僕ですね、車道のど真ん中走ったりとか、家の中突っ切ったりとか、なんかそんなことしてる、なんかすごい走り方をしてるような、ログが残っておりまして、まあ、もちろん僕そんなことしてないので、まあそれで、距離が
40m ぐらいですね、多く出ているのかなっていう気がしました。ということは、一周自転車で走れば 4.05km っていうのが正しい数字なのかなっていう気がしますね。そしてですね、まあ、最高速度に関してはキャットアイさんが 28.8km、そしてアプリの方は21.2km ということで記録が残っておりました。まあ、これに関してはキャットアイさんの、まあ、このサイクルコンピューターであればもうちょっとスピードを落とした瞬間にちゃんとこう速度とか落ちてくれて、その時の速度っていうのが分かるんですけど、アプリはやっぱどうしてもですねそこら辺の、速度のこう落ちとかこう高くなったりする時の表示が遅いなというふうに感じましたので、まあ、この最高速度とかなんとか知りたい方はやっぱりサイクルコンピューターできちんと測った方がいいのかなという気がしました。平均速度に関しましてはこれ多分、まあ、走った距離と、その時間で出してると思うんですよね。もうそのままスパッて計算していると思います。なのでキャットアイさんで 15.5km、 アプリの方で 15.67km ということで、それぞれ出した距離と時間で割った数と、まあ、ほぼ同じ数字が出てますね。まあ、これはほぼ間違いないと思います。まあ、ということで携帯のアプリとキャットアイさんの、まあ、有線のサイクロコンピューターで、速度とかなんとか比べてみました。まあ、アプリの方は携帯の性能にもよると思いますし、まあ、アプリの性能とかにもよると思いますので、まあ、どれでも同じ答えが出るということではないと思いますが、まあ、目安として使うんであればアプリでも十分いい距離出るなというふうに思いました。まあ、ただですね、これももう一個ただなんですけども、僕結構これもう毎日のようにこう走ってるんですけども、走行距離に関しては今回は 4.09km 出ましたよということでお話ししておりますが、走るたびにですねこれが 4.06、 4.04 とか 4.1 とか、まあ、いろいろ出ますので、まあ、アプリの分ちょっと、距離に関しては怪しい部分が、まあ、少しですね、もう本当誤差、まあ、気にしない人は気にしないぐらいの誤差があるというのを覚えとってください。スピードに関してはやっぱりそう最高速度とかなんとか知りたい方はサイクルコンピューターを使ってください。まあ、気にならない方は別にアプリでいいなと思いました。以上、携帯のアプリとサイクルコンピューターどっちがどうなのっていうのを調べてみました。